おばあちゃんってさ、普通のおばあちゃんだよね。飛ばします。あ、やばい、始まりすぎた。パーティー、待って、最初のパーティー聞きたい。ダメだ、1時間7分34秒、1時間7分39、3、40、41、42、43、44、体動かしちゃえパーティー、さあ楽しみましょうパーティー、夜はこれからだよ。なんか私この日さ、めっちゃ首がなく見える。多分ね、肩が凝ってて意味わかんないぐらい首がねないんだよね。あんなに華奢になった華奢になったって言ってんのに、なんかすっげえ首なく見えんだよ。欲しいのか、ごめんね、駆け足で。遥か地球の海で飛ばされました。Be quiet。 やっぱ8分ダメだな、8分どっかで削らないと。楽しそう。夜はこれからだよ。なあ、髪が長いのかな。懐かしい、この衣装でパーティーやれるなんてさ。ちっちゃい、かわいい。え、自己紹介ってさ、したっけ私この公演で。あんま記憶にないんだけど、もし自己紹介あるなら削る。ぐらいしゃがんでんのおもろい。おバカになってん。チャラチャ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 パーティー。髪の毛が重すぎて何も伝わんない。知らない人が多いと思うんだよな。そのネタがあるんですこれ、ちゃんと。
なんか歌しっかりしてんなと思ったら私歌ってたわ今。ナナミかなと思ったら自分だった。次は私がセンターですって言った割に3列目なんだよな、誇りの丘も。なんで私今日こんなに肩幅広いんだろう。じゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃーん、じゃーん。みんな楽しそうで何よりだ。これから充電がない。ちょっと片耳でいいや。続くよ。やばい、 AirPods の充電片方が 34% だ。間に合うでしょ。Give me 5はいいぞ。そう、山田誠司さんはね、そう、研究生、元研究生に溶け込むためにフレッシュな感じにしたかったからストレートツインにしたって言ってましたね。若い、みんな若いな、この衣装着ると。うるせえ、顔がうるせえ。楽しそうで何より。あ、ここのね、あおちゃんのね、ここもね、あのネタがあるんだけどさ。輝いてる明日を信じよう。ヤギがめっちゃ泣いてる。ユウも泣いてる。いや、いい曲なんだよね、Give Me Five。 ヒノも大好き。いいなあ、ここね、みんなでね。あ、そっか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 、めちゃくちゃこの時忙しかった時だもんね。そりゃ肩も凝ってるわ。あー、いいね。自由そう、卒業とは出口じゃなく入り口だろうと思うよ。言えなかったありがとうをハイタッチで。
チャ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 、楽しそうで何よりです。ここでどうしたっけ、ごめんね、ちょっと時間がないから飛ばせてもらうね。1分2分3分あ、これね、あ、これここね、あの山手線ゲームね、猿、猿の人形たまに匂う。確かにね、ちょっと飛ばすね、ごめんね、ちょっと面白いんだけど。飛ばします、ごめんね。あ、じゃあもうそろっとカホの曲振りになりました。いきます。法定速度が始まるところです。1時間26分58、59、27分1秒2秒3秒4秒5秒、チャ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 じゃんじゃかじゃじゃんじゃかじゃかじゃんじゃか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 じゃんじゃんじゃかじゃじゃんじゃかじゃかじゃんじゃか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 じゃん。結構でも近くなったぞ。恋をして、この衣装ドラのイメージ強いな。よかったな。法定速度の優越感、ここ好き。
めっちゃいい、かわいい。もう片方のイヤホンいけるかな。お、いけた。遠い空の裾野からかわいい。かわいいわね。あの後からあのお姉さんたちが後ろで騒がしく入ってくるから見ててね。さん、はい。あ、出てきた。うるせえこいつら、うるせえ。ねっこにこなんだよな。ここ好き。かわいい。もうね、覚えるの大変だったわ。一番入ってこない。おっと、じただたしながらしたいことだけやればいい。はい、かわいい。充電が。チャ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 ーン。イエーイ。やばい、イヤホンが充電がない。あ、でもこっちは大丈夫だ。今ね、山田誠司さんの MC でございます。
今ちょっとエアポッツをね充電してるからね、次のやつ見たいからさ、次の曲両方の耳で聞きたいから、ちょっと今充電してますエアポッツ。あかんな。なあ、サラの卒業公演盛り上げたいよな。なあ。すっごい空気になってる。ねえせや、ねえあかんもんな。ちょっとこの着替えがちょっと時間かかっとんのよ。次の曲のね。そうだった。あ、ちょっと両耳で聞きたい。28%しかないけど、まあいいや。無言で聞きたくなっちゃう。下の名で呼べたのはですね、みんなで頑張って覚えたね。頑張れ。ここがマミメモなのもたまたまです。ここでね、フルっていうね、フルでやりたいね。ここの全員で飛ぶところ好き。ゆめがめっちゃ泣いてる。誰かマイクぶつけた。
然じゃなく土から芽が出るようにゆっくりと優しさに照らされて、競い合うライバルよ、髪長めっちゃ泣いてる。夢かな。かわいい。ここ楽しかった。はい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 、みんなここでね、楽しかった。嬉しい。全然歌えてない。騒がしいカメラが。
かわいいねこの子たち。出た感想だ。じゃ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 ワンツー、あっあっあっあ、怖い。ガチなのよ転び方が。おもろ。僕の一番すぐそばに昔と何も変わらずに、一緒に夕日眺めよう、チャンチャチャンチャンチャチャンチャンチャ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 。言ってたからそうなのよ。オーバーっつって。確
確かに珍しいよね。なんかあんまり、ね、懐かしい。めっちゃ練習してた。次の MC かな。セカヒト、おお、セカヒトだね。歌唱力にも着ていきました。やっぱ首めちゃくちゃ張ってたんだね、多分ここが。そうに、そうなんだよ、ほとんどそう。あとね、たかしがいたね。今日のもね、デコ出ししたのはね、そうだよ、サラのリクエストでしたよ。ひどい。
そうなんだよ。わあ、いいね。おっと。さあ、世界の一夜が始まりました。生きることって素晴らしくなる。今素直に。ブルルルルッツッツッ。世界の人よ、共に歌おう。願いのすべてこの歌に込めて、手と手つなげば分かり合えるんだ。みんな一緒に幸せになろう。涙が溢れたら思い出すんだ。リじゃないよ、どんな時でも。これね、本気一生切れて歌えたのマジでよかった。嬉しかった。世界の人よ、歌っているか。言葉なんかが違ったっていい。大きな声で歌い続けよう。きっと未来は一つになれるはず。みんな一緒に幸せになろう。いいね。まさかセカヒトの衣装もこの服を着て、この服を着てフライングゲットを踊られるとは思ってなかったよね、きっと。テレビ番組かと思っちゃった。今んとこ欲しい。自負画像で欲しい。フライゲット僕はひと先に君の気持ち今すぐ手に入れようか。フライゲット何か言われる前に心の内ビビッと感じるままに、好きだからラブフラゲー、にゃにゃにゃ。
奥へ一足先に君の気持ち今すぐ手に入れようか。来月と何か言われる前に心の内ビビと感じるままにな、な、な、誰といても褒め方って可愛いね、楽しいね。僕のもの好きだからラブフラゲドド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 ドダンタラララッ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 パラララッフーいいね。これ何のとこだ。思い出か。かわいそう。面白い。
そう、ここの MC 多分着替えてて、着替えてて聞けてなかったから初めて聞いた今んとこ。イエーイ。ピタパンね。説明がめちゃくちゃお上手。かわいいよね、これね。かわいい、マジで。かわいいね。そういう話もありました。
MC 上手。このね、ちょっと情緒不安定になるよね。準備ね。
ちょっとごめん、ここ1分飛ばしと、いや、やここはいいか。うん、つけてきてもらおう。ちょっと1分飛ばしますね。いやでもちょっとおもろいな、飛ばせねー。ちょっと1分飛ばすね、ごめんね、飛ばします。あ、サラが戻ってきました。21分14 15 20分、21分19 20 21 22 23 24。のえさんがね、手紙を読むところです。ちょっと意味わかんないんだよな、その文章に関しては。
確かにね。頑張れ。誰かに連れてってもらおうとしてるもん本当に。
ちっちゃいもんがみんなかあの作ってくれてね。
チャ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 最後のトンネルを抜ければ近づく美しいあの街、希望が住むと信じてきた。夢夜ならしいわ。いやー、いい曲ですね、マックスは。一生歌えてない、ここのパート。幸せを噛み締めている。チャラチャチャ、チャラチャチャチャラナナナ。
あ、私ここ映ってないからあれだけど、この最後の挨拶の時だけガチ泣きしてんだよねこの最後の挨拶で、そうやだねって言ってた時にね、すごいやだなって思って、めっちゃ今も一番涙腺に来る。ちょっと意外と涙腺強い人だからさ、すぐパッて泣きやめる人なんだけど、ここが一番胸に来ましたね。あ、ゆめがめっちゃ泣いてる。おもろいぐらい泣いてる。めっちゃ泣くじゃん。そう、ちょっとね、この後の時間もあったからね、ごめんねって思いながら言いましたね。ショールームあったからね、この後ね。うん。うわ、タイムキープ完璧か。3年半か。短いね。お、お疲れ様。またどこかで会いましょう。お仕事としてね。皆さんも長時間ご覧いただきましてありがとうございました。これからもね、サラのことも NGT48 のこともいっぱい応援してあげてください。ありがとうございました。おやすみなさい。お疲れ様でした。バイバーイ。